ええ、さすがに以前よりも体型は変わったわね。言うまでもないことだけれど、適正体重は維持しているわよ。ともあれ、遠路はるばる大変だったわね。中の案内は。そう。まあ、それでも久しぶりに来たのだから、夕食までゆっくりしていなさい。いくらお客だとはいえ、誠一は特別扱いはしないわ。私は手伝わないから、自分の荷物は自分で持ってちょうだい。誠一さんでしたか。私は旦那様のお世話と明日の準備の確認です。誠一さんが着られるお召し物もご用意してますよ。はい、着付けなどは大丈夫ですか。なるほど、かしこまりました。それがお仕事ですから。普段は忙しくない分、今は頑張らないといけませんね。はい、旦那様のお世話と日々の家事が主なお仕事ですが、そちらはヘルパーさんが来たり清掃業者を入れたり等の外部の方が入る場合が多いです。ただお食事に関しては
おばあ様がすべて責任を持って行っているため、このような機会でもないときは外の方の手が入ることはないですが、分家の方がたくさん来られますから、それぞれの家からも料理される方が派遣されてきます。その如月家の分家の方ですから。それは私がまだ物心ついてなくて覚えていない頃ですから。でも今回の儀式は初めてなので私も緊張します。今回もお子さんはご参加できないようです。ではお互い初めてですね。でもそうなるとますます失敗できませんね。噂の生き人形さんを見に行きませんか？やっぱりダメですよね。一度見ておいたら準備もしやすくなるのかなと思いまして。伺っていますが、それ以外の方が受け持つ場合もあるようです。はい、元から着ている衣装をそのまま使うとのお話でしたが、傷んでいるかもしれません。その場合は新たにご用意しなくてはならないので、その確認だけでもできるなら助かります。はい、では開けます。
ました。Yeah!
。本日は頑張ってください。あなたたち、今日がどういう日か分かっているわよね。私は部屋に帰ろうと思ったのですが、誠一さんが泊まっていけと。だから、遊んでいる時間なんてないのよ。これに着替えてちょうだい。ちょうどいいから、カズハは着付けを手伝いなさい。はい、かしこまりました。それから鍵、あなたが持っているのでしょ。あ、そうです。失礼いたしました。これをなくしていたら大変だったわよ。誠一も大変ね。カズハは誠一に甘えているのよ。なんといっても昔はご近所に住んでいたお兄さんだったものね。大変だと思うけれど、かまってあげてちょうだい。私の方が何倍も恥ずかしいです。いいから。私の言ったことが聞こえてないの？時間がないの。早く支度しなさい。はい。
疲れ様でした私もそう思いました。聖一さん大変そうだなと。お人形さんですしね。聖一くん、ご苦労様。確かにそうだが、少しくらいは構わないよ。あとは今日一日部屋の外に出ないというので終わりになる。後で部屋にお運びしますよ。以前私もそう思ったよ。初めてお勤めをされた後の旦那様はいかに足が痛いかということを延々言われ続けておりました。そういうことを聖一君に言わなくていいんだ。事実でございます。あのおばあ様、もしご許可をいただければ、聖一さんがお夕飯を食べている間、私がお付きをしてもよろしいでしょうか。どういうことです？今はお届けして後から食器だけを下げに行く形ですが、お付きならば食べ終わりを待っているということで、お一人にはならずに済むかなと思いまして。差し出がましいことではあるのですが、聖一さんが儀式でも部屋でも一人というのを嫌がられているようでしたので。そうですか、旦那様。ああ構わないと思うよ。そもそも本当の意味で一人にさせるのであれば、食事を届けるというのもできないはずだからね。ありがとうございます。はい、もちろんです。人形を戻しに行っている。人の手を借りるとはいえ、やはり常に如月の者の目がなくてはならないからね。では長く引き止めても私たちが儀式の進行を妨げることになってしまうね。それではまた。今日は本当に感謝しているよ。何が？もちろん構わないよ。気にせず行ってくれたい。お夕飯をお持ちしました。仕事ですから。おばあさまが腕によりをかけて作られました。とっても美味しいですよ。たぶん、なんでもありません。私は給仕ですから。そのようなはしたない真似はできません。
ああ、おはよう。よく眠れたかな。そうだね。でも、今日は特別だよ。昨日、他の親族も来ていたでしょ。彼らはまだしばらくはこの町にいるわ。もちろんここ在住の者も多いけれど、朝からそんな対応に追われているのよ。まあ当主のお仕事というわけね。仕方ないわ。誠一君はゆっくりするといい。町の方に遊びに行くなら車を出すように伝えておこう。そうした方がいいだろうね。儀式の後だし。少し違うのよ。催眠術のような役割も持っているの。今から約400年は前だと言われているね。よく知ってるね。さすがに有名な年代だからかな。如月家はその頃が発祥の一族と言われている。戦火によって住む場所を変え、そして争いを避けてこんな森の中を切り開いてきたわけだ。そうだね。如月家の中でも一般的にはそう言われている。と言っても別に隠し事や秘密があるわけではないよ。もっと簡単な話、本家の人間すら今となっても作り方すらわからない人形をどうやって作ったのか、またその製法の一切を秘匿した理由は何か、こちらを紐解いて考えるとやはりおかしい点は多く出てくる。正解だよ。その通りだよ。だからこそ大っぴらに言うわけにもいかなくて。その当時に逆光催眠なんて方法があるのかどうかは謎だけれどね。あのね、それをリアルでやってるうちは何なのって話になっちゃうじゃないの。どこかに行くの？いろいろと面倒なことがね。ねえ、儀式で親族を呼んだきりそのままというわけにもいかないわよね。昨日はそのまま返したけれど、今日は午後から客が来ることになっているのよ。そうね、他にも人形研究家の人などいろいろ。如月の生き人形を研究したいみたい。昨日の儀式には参加してないんだけれど、分家の一つに取り入ったみたいで、そこからの後押しが強いのよ。自分たちが来るときに連れてくるようなことを言っていて断りきれないの。そういうわけだから人が多く来ることになるけど、気にしないでちょうだい。そうでもないけれど、
それは。わかったわ。気を使わせてしまって悪いわね。でも目的もなく外に行っても時間を持て余してしまうわよね。カズハに休みを出しておくわ。連れて行ってちょうだい。昨日も休みなく働いてもらってるもの。それに最近誠一と仲がいいように見えるわ。違うの？まあいいわ、カズハに聞いておくわね。します。今日はよろしくお願いします。はい、何でもよろしいのですか？大丈夫です、お任せください。そこを何とかするのが女の子の仕事です。私も自転車ありますよ。だから大丈夫です。
それに比べるとこちらは悩みますよね。どうしましょう。お買い得だし買ってしまいましょうか。いやでもその分を別のものにする手も。知らなかったよ。私が働き出したのはここ数年ですので。そっか、私も遊びに行ってたのは昔だったから、それで会えなかったんだね。あ、そうだ、私だけじゃなくて忍くんも来てるよ。野上ははしゃぎすぎだ。店内の視線が痛かったぞ。以上忍だ、よろしく。しかし初めてではないな。君は如月家の離れに住んでいる子だろ。前に行った時に見たことがある。こっちを伺っていてすぐに離れの方に行ってしまったからな。家政婦さんに聞いたら離れに住んでいる子供がいると教えてもらった。あ、はい、
通りです。改めてよろしく頼む。はい、こちらこそよろしくお願いします。セイ、あの子大丈夫か？いや、勘違いならいいんだが、あの子はもともとああいう子なのか？そうか。いや、俺よりよく知ってる性の方でおかしなところがないならそれでいいんだ。ただ明るく振る舞ってる姿が無理してるようにも見えてな。少し昔を思い出した。前にここで事件が起きたことがあって、その時は何かしらある子供は不自然に明るく振る舞ったりもするから、それを思い出した。変なことを言ったな。多分勘違いだ。そうか。もし協力できることがあったら言ってくれ。先ほどは何のお話をされていたのですか？嘘を言わないでください。ありがとうございますとお伝えしておいてください。私は大丈夫ですから。お帰りなさい。早かったわね。過ぎくらいかしら。その時間ならほぼ確実に帰らせることができるもの。聖一さん、今日はとても楽しかったです。本当にありがとうございました。ダメですよ、レイ様を誘ってあげてください。それでは失礼いたします。先ほどから何をしているの？あの子、気に入ったの？どうして慌てるのよ。気に入らない人間と話をするなんて思わないからそう聞いたのに。面倒事が終わったから、ようやく何をしようかと思って考えている。人付き合いが一番面倒ね。なまじ立場も関係もある相手だから、無下にもできずに困っているわ。ええ、人と人との付き合いがあれば、それに伴う関係はいくらでもあるわ。必然的なものもあれば偶然なのも。この場合は必然の事柄が多いけれどね。お父様が体を悪くしてから、分家の親族には頼りきりのことも多いから。それに元はといえば。あ、お話の邪魔をしてしまったでしょうか。いえ、大丈夫よ。単なる雑談をしていただけだから。はい。あ、姉様、お風呂がそろそろ沸きます。お入りになられてはどうでしょうか。
そうするわ。カズハはどうする？そうですね。ではご一緒させていただきます。お背中を流しますね。お願いね。聖一、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。別に毎回ではないわよ。同じ屋敷に住んでるような関係で、しかも年が近いのだから当然でしょ。入るの？私は構わないけれど、それ相応の心づもりは聖一側に必要になるわよ。そこで引くくらいなら最初から言わないの。それではまた後でね。Thank you.